やはろー、どうもこんにちは。アニメ理学職人ことマジライドギニハマーです。現在4月26日水曜午後2時15分になろうとしております。はい、では昨日から見始めました、僕は友達が少ない続きですね、見ていこうと思います。5話ですね、D アニメストアです。なおアニメ本編は流れますのでご注意ください。またわけのわからんところで広告入ってくると思いますので、できれば1回見ていただいた後でこのシーンではどんなリアクションしてるのかなっていうのを確認していただければと思います。お願いします。いきます。3、2、1、スタート。あ、今の花澤香菜さんやね。サムネイルやな。これ部活に入ってくんのか。小バトやったっけ。タコちゃんウインナーや。あ、肉詰めピーマンや。あんちゃんって言うた今。夫じゃないってことはカラコン。我の供物で。コバトも10歳かな。高山マリア先生10歳言ってたけどね。すみません、ちょっと今コメント返信しながらね、忘れた。ちょっと一見ちょし、実は高山マリアとこれがなんだっけ、楠木幸村か、でシグマ理解ね。コバトとマリアは実は同級生とかじゃないんかな。今度は坂がガチな戦い。ポテチの量。お兄ちゃん、お兄ちゃん、
まだギャルゲーやってんのか。うんこ夜空。VR かな？ナーブギアみたいな。ロマサガテ。ロマンシングサガテ。中学生の時思ったわ、ロマンシング佐賀ってやっぱ佐賀県かなって。ナーブギア的なもんかな。だからバルハラ城、佐賀県バルハラ城。ロマンシング坂で14作も出てんねや。自分では見えへんのかな。ああ。そっちの魔法使いかい。ただの称号なんやね。30歳まで童貞よ。ニッカポッカにさらして。何やこれ。バラ少女。そう、あの財布にちゃんとあのあれ入っとったね。カモン。役立たず。マリアか。
完全にインデックスじゃないかこれ。インデックスにしか見えへんぞ声が井口優香さんやし。わらすぼ。FF のサハゲンみたいなもんかな。やられるんちゃうかこれ。容赦なかった。魔法使と明日を信じる。信じているだけで何も起きません。何やそれ。これが魔王か。魔王も悪そう。自分でいい。ああ死んだ。
あ、こちょこちょしてんじゃん。やっぱり。スキルは明日を信じるのを使うんじゃない。ゲームオーバー。あ、コバとか。アイリス。ちゃうもん。ここ対立するのか。ああ、中学生なんかい。
長谷川金太一うんこうんこいぐちさん何回うんこ言ってんねんこれ。ロマンチックさ感じ、コンポーザー、劇中ゲーム、Cパートなしだね。セック そうか、井口由香さんとあれやね、花澤さんって同い年やな、そういや。花澤さん早生まれやけど、同じ学年やね、確か。2月25日。まあ、まずあの、なんや、セナやね。セナが、まあ、とりあえずもう、完全にゲームに、のめり込んでしまった。ゲームの、あのギャルゲーの名前だけな、まあ、あれのオタクになってもらったって感じだね。で、まあ、そんな中で、もうポテチばっかり食ってる、マリアのために、小高が弁当を作ったことに、コバトが嫉妬したと。で、まあ、部活と私どっちが大事やねんっていう質問を前回やったかな、してたの。まあ、それを今回、自ら回収しに来たってことだね。ロマンシングサガはなかなかだったね。夜空のバラ少女、あれが一番おもろかったかな。と、魔法使い、30歳まで童貞を貫くと魔法使いやっていう職業じゃなくて、ただの称号やったのもおもろかったし、あの装備もね、なかなか
バンダナに、ここポスター、あいつみたいだな、秋葉メイド戦争の取り立て みたいでしたね。で、まあもう中ではあの夜空と、背中相変わらずのやり合いを見せで、現実はこちょこちょして妨害しのでマリアは寝とるしみたいなね。で復活したマリアかと思ったらコバートやったと。コバート中学生やったね。もう小学生はもつだ、中等部やったんや。だマリアが10歳で先生とか、ちょっと未だによう分からへんけどね。まあまさかここもバトルを始めるとはね。お兄ちゃん争いので、そのブラコンに燃えるセナ、まあやべえやつしかおらんねここね。まだシグマリカとクスノキ雪村がまともかまともなんかなまだ。うん、でもまあね、最後にこうお兄ちゃんは私のあんちゃんはか、私だけのあんちゃんみたいなこと言ってたから、これどっかでもしかして感動シーン来るかな。まあ楽しみですね。このここのマリア対コバとも楽しみですね。はい、以上僕は友達が少ない5話でした。よかったでした。チャンネル高評価またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介タイムになりますので、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしますけども、現在はコロナの影響により、約3年2ヶ月にわたり仕事がまともにございません。今月も仕事は1本だけでした。3月3日までには48連休を経験、貯金だけでなんとかやってます。で、10月以降はインボイス制度というものがスタートしますんで、収入の有無に関わらず1割を国に納めないといけない。どうやって生活していくんでしょうね。まあ、そんな中でアニメのリアクション、一応自分なりに一生懸命やってるつもりなんですけども、昨年の4月の25日にあまりにも再生数が2桁しかいかず、チャンネル登録も伸びずということで、メンタル粉々になってもうリタイア宣言の動画を出したんですけども、多くの方に応援の声をいただきまして、結局1日も休まず今日まで1126日続けています。ただ一昨年の8月18日から2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わっています。まあそれを乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきているこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たに本職の、パフォーマーのチャンネルを立ち上げました。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本だけ動画投稿してます。 URL を説明文に載せてるんで、ぜひ1本でも再生していただいて、高評価チャンネル登録いただけると大変助かります。ちなみに再生数2桁、チャンネル登録全くの水は未だに続いてますんで、もう気合と根性だけで、もういやいやというかね、もう気持ち振り立たせてやってますんで、ぜひ応援してやってください。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別でまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。